ム優勝戦、いくよ。ボートレース多摩川、今シリーズは東京青梅で50年以上にわたりタオルの製造を続ける日本製タオルブランドホットマンをタイトルにしての第10回大会、当地恒例となりました開催もついに優勝戦の12レースを迎えています。今節のベスト6強123456の待機行動でバック側となっています。さて最内には準優ではこの玉川100勝を挙げてのファイナル絶好枠です。当地4度目のシリーズ制覇なるかという1号艇吉川明夫です。そしてすぐ近くにはこれで近況5連続優出という2号艇上条義継です。あとはホーム移り始めてまいりました後期 A1 復帰しての地元優勝戦です。3号艇福島優輝、残りの3選手引っ張っております。予選では大きな整備もありました4号艇の石塚久也センター戦となっていきそうです。この隣には自身3度目の優出にして地元では初のファイナル5号艇多田雄介です。6コース6号艇伊藤正義は今年2度目の V になるかです。さあ以上6名による12レース優勝戦です。スタートまで10秒切りました。進入コース内から1番2番3番ダッシュが4番5番6番です。順レーススタートしていきました。2号艇の上条がインより若干覗いていきました。角からは4番石塚が出てまいりました。1番の吉川ブロック、しかし2番の上条が差し込んでバック側へと抜けていきました。2番の上条が仕留めていきました。スタートは前提正常でした。差し抜けました2番の上条が今年2度目の優勝へと向かっていきます。続いてまくりきれずも4番の石塚、その懐には2番差しから3番の福島です。2番争い4番の石塚が今度は差しさばきで見せます。ホーム側へと折り返します。2番手差し込んで4番の石塚です。さあレースは2周回目に移っていきました。上位2番4番3番です。その後方では5番の多田雄介、1周1マークまくり差しならずで後方展開となっておりますが、さて3番手は3号艇の福島優輝がきっちりとキープしておりまして、その後方で5番の多田雄介です。さらには陰線だった1番の吉川、最後方は6番の伊藤正義、伊藤も1周1マークまくり差しならずという中のこの競争です。先頭から2号艇4号艇3号艇と回って折り返してまいりました。優勝戦はこれからファイナルラップへと移ります。上条義継が今最終周回に移りました。石塚久也が追走していきます。そして福島優輝です。上位の体勢はばらけておりまして、3周1マーク、先頭から2号艇4号艇3号艇と回っていきました。ちょっと3番の福島優輝が出口で暴れていきまして、この内側から5番の多田雄介が迫ってまいりました。地元両名3番手争い入れ替わりあるかどうか、2手審査まで狭まってまいりました。ラストコーナー3番の福島がここはきっちり回りたいところ、小回り5番多田にここ出番がありませんで、体勢そのまま2番4番3番です。まずは先頭2番の上条、自身6度目の優勝ゴールイン、4番の石塚、3番の福島ゴールイン、その後ろは接戦です。1番吉川か5番の田中、接戦です。最後方6番伊藤ゴールインです。12レース優勝戦でした。ボートレース多摩川第10回ホットマンカップ、最終日先ほどの12レース優勝戦、見事チャンスを捉えての優勝となりました。上条義継選手ウィニングランが始まっています。優勝戦上条選手自身もいいスタート、そして角からは4号艇でした石塚久也選手、こちらもタイミングを残してという中でした。4番の石塚選手が角まくっていきまして、レースメイクというそういう一幕になっていきましたけれども、そこに吉川選手を合わせに行ったところ、
くという2番の上条義澄選手。近況これで5連続リーチとなっておりましたが、その勢いの中で今回今年2回目の優勝ということになりました。巨大な水面上は上条選手ウィニングランが行われています。当時玉川は10度目の参戦でした。上条選手初入出にして初 V ということにもなっております。そして通算優勝は6度目の V ということになりました。上条義澄選手、ただいま堂々のウィニングランが行われています。さてボートレース玉川リセス本場開催のご案内です。次のレース7月9日火曜日からの6日間シリーズ第1回坂上忍杯です。主な出場予定選手はスピーカーの徳松秀樹選手、マスターズ世代になっても衰え知らずの活躍ぶり。ここ玉川では連続優勝中で、リセスの優勝候補シリーズの中心選手です。地元東京支部からは杉山貴大選手と梶野隆選手が主力どころで参戦予定となっています。どうぞ次節もご期待いただきたいと思います。さて見事今シーズンを制しました上条選手ウィニングランが行われておりました。ファンの皆様、最後までご出演いただきまして本当にありがとうございました。